ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って。すごいいっぱいハプニング起こっちゃった。ごめんね。あ、声で分かっちゃうかも。さあ、誰だと思いますか？もうすぐバレてると思うけど。じゃあ、外してください。こんにちは。こんにちは。久しぶり。久しぶりだね。元気だよ、元気。できたね。できた。めっちゃハプニング続きだったね、ずっと。ごめんね。私、じゃ最初私が分かんなくて、どうやってやるのか。うん、できないよって言ってたら、今度なんか何かがよそっちに起きてた。うん、私がなんかいろいろ一人で、なんかもたついてた。ごめんなさい。できた。お昼ご飯食べてたの？そう、ちょっと遅めだけど、昼ご飯を食べて。うん。食べてた。よかった、私。久しぶりだね。ね。いや、でも、うん。あれ、最後に会ったのいつだろう？最後に会っても、なんか先月とかじゃない？そうだよね。うん、確か。ね。これ後ろが、うん、あの窓ガラスなんだけどさ、うん、普通にこう見えてる？反射っていうかな？見えてない、全然光ってるから。光ってる？大丈夫そう。大丈夫。換気してる？うん、音聞こえる？聞こえない。あー、よかった。朝起きてね、すぐ窓開けるよね。うん。ていうか、それぐらいしか外の空気浴びることないから。確かに。全然浴びないもんね。太陽、日光とかね。うん、大丈夫かな、急に外出た時とか。確かに。慣れてなくて。そうそう。悲しい。何してるの、毎日。毎日、うん、もうなんかさ、急に休みになるとさ、うん、やることないからすごい一生懸命探してゲームやり始めたりしてるよ。ゲームやってんの？ヒューマンホールフラットっていうのは、あ、やばい、全然知らない。最初のステージしか知らない。私は全然詳しくなかった。普通にゲーム機？うん、あの PS4 で。まずそれを持ってない。一番楽しいかも。あ、そうなの。動物の森は？動物の森は携帯しかやったことない。え、携帯にあんの、動物の森？うん、なんかアプリがね、あるんだけど。知らなかった。なんかそれを最近やり始めてる、急に。することないからね。うん。え、アンナ何してるの？何してるかな、ネットフリックス見てる。あ、そうだよね。うん、配信ものすごい見ちゃうよね。うん、ドラマとか。そう、あとギルティー見てる。言ったね。送ったもんね。あれ LINE したんだっけ、なんだっけ。あ、違う、インスタのストーリー載せたんだ。で、私がコメントしたのに、うん、そう、メッセージ送ったの。そう、ちゃんとニアも見たし。今日何曜日だ？続けてみる。明日じゃん。そう、え、そうなの？え、明日でしょ、3話。え、違う？木曜日だと思う。木曜日、明日木曜日。今日水曜日？うん。大丈夫ですか？感覚がなさすぎ。ね。オラオラ。日本だから今。うん、ねえ、行けてないもんね。うん、うん、そう、本当はね、
もうちょっと、うん、もう今の今日ぐらいはメキシコにいる予定だったんだけど、うん、もう恋しくなってるでしょなってるなってる、あの空気が吸いたいって今思ってる。うん、全然違うんだ。うん、どんな感じなんだろう。陽気、みんなとにかく人が優しいし、行ってみたい。ね、いつでも待ってるよいや私が間違いなく一番いいツアーガイドだから、うん、うん、いいところを連れてってくれる。うん、連れてく。あ、楽しみ、うん、まあでもね、これが終わったらまた忙しくなっちゃうだろうからあれだけど、まあなんかね、うん、いつでも連絡取れるし、はい、うん、うん、でね、うん変なの。あ、私もコメント読めるんだ。うん、うん、読めるでしょ。うん、読めない？読めてる。これ私のさ、人にもさ、うん、通知ってんのかな、うん、なんていうの、私のことだけフォローしてる人とかでも、うん、言ってるのかな、言ってんのかな。なんかスペイン語のコメントが結構あるからってことは、アンナのところから見れてるってこと？私もそこの事情はよくわからないんだよね。それとも機械弱すぎ全然わかってないすぎわかんないけど、でも連絡取りたかったまた変なのして壊しちゃいそう。壊さないけど、気をつけて、気をつけて、本当にそっち来るらしい。来るようだって、ね、みんなが教えてくれたなるほどね。うん、え、アンナのおうち時間はさ、うん、今日だとしたら朝起きて何した、うん、最初に。今日は朝起きて朝ごはんっていうか、なんか、うん、飲んで、うん、でなんかメキシコの人たちと仕事の電話をして、うん、かっこいい。で、それ用にやんなきゃいけない、うん、なんか写真とか撮ったりとかして。結構わたわたしてたんだね。そう、最近はなんかそういう、うん、結構リモートワークですることがいっぱいあって。かっこいい、ビジネス。そう、なんか普通になんか普通の人なんて言えばいいの、普通に働いてる人キャリアウーマンだね。そう、普通に仕事して、うん、それで、だからそれが大してすることがないと、うん、まあそういうネットフリックス見たり、うん、そうだね。そうだね。今日は、そう、今日は仕事して、うん、お昼ご飯食べて、うん、で今これやってるって感じ。いやだからいい日だった。でもちゃんとメイクしてたし、髪とかもセット、服も着替えててみたいな。よかった。コンディション的にはもうバッチリだね。バッチリだった。なんか普通に電話してるみたい。ね、わかる。うん。わかる。なんか、うん、こんなのを人様に見せてて大丈夫なのかなっていう感じ。ね、なんか長々とはちょっとできないから、なんかするなら別のビデオ電話でやった方がいいかもね。そうだね。やばかった、アンナの顔を見れて。うん、うん、またね、ゴルゴンゾーラのピザ食べようね。美味しかったね、あれ。美味しかった、あれ。本当に美味しさを、ね、知ってもらいたい、うん、なんかじゃあもっと美味しいご飯屋さん探して、うん、行きましょう、落ち着いたら。行こうね。うんこんなインスタライブになっちゃったけど、うん、私は楽しかった。私もなんかやっぱこの人とも話さなくなってるからさ、うん、この期間。そうだね、寂しくなってきてるからだ。うん、なんか人の顔見れて、なんか、うん、安心する。ゆりかの顔見て安心した。よかった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 。またやろう。うん、体に気をつけて。うん、気をつけるよ。うん。
っちも気をつけてね。うん、さっき LINE で言ってた企画やろうね、今度。あ、やろうね。いつ帰るのか教えて、また。うん、分かったら言う。うん、はい。はい。これ、私どうやって終わるんだろうか。あれ、私が終了するって押せばいいのかも。あ、オッケー、分かった。多分。じゃあ手振ってる、こうやって。バイバイ。バイバイ、ありがとう。うん、バイバイ。バイバイ、またね。はーい。終わった。あ。あれ、さっきぶり。さっきぶり。どうも。どうも。ご飯は？用意できたよ。できた？うん。何作ったの？あれ、ゆりかも食べるよね。うん、一緒に食べよう。今日はおうちご飯、うん、おうちご飯。ちょっと下は私は、はい、うん、日々野菜が足りてないからサラダ、うん、切っただけのサラダと、うん、お、えらい、豚肉、うん、豆苗、あ、いいね。お肉、うん、お味噌汁以上って感じ。あ、バランスちゃんと取れてる。安心した。ちゃんと生きてるよ。うん。ちょっと寒くなってタートルネック、なんていう、うん。タートルネック。私暑くてさ、うん、ちょっと待って。あ、本当。なんか夜になると結構寒くなるよね。寒いね。なんかこの家でもすっごいさ昼、うん、なんかなんだろう、こもるんだよね。うん、なんか料理してたからかな。でも、うん、ご飯作ったからじゃない、うん、何作ったの？私あのね、スープは一から作ったんだけど、うん、野菜刻んで、うん、人参とか、うん、なんかちょっとあまり全部見せられないけど笑ってる。さつまいもをねスープに入れるのハマってて最近。美味しそう。美味しいし、お腹たまるし、うん、ちなみに味は豆乳、うん、トマト、うん、今日は美味しそう。私もお肉食べてるよ。スープに入れたのじゃなくて切っただけ。切っただけ。そう、あ、美味しそう。じゃあ食べますか。うん、いただきます。いただきます。変なのね。でもなんかこうやって結構友達と夜テレビ電話とかしてる、うんうん、そのぐらいしかすることないから。最近はね、比較的、うんうん、ね、それ美味しそうなんだけど。美味しい。結構いい感じにできた。なんか家にしめじが残ってたから使わなきゃと思ってサラダに入れたんだけど、うんうん、なんかそれが結構いい感じになった。いい感じ、放り込んだ、うん、放り込んだんだけど。いいアクセントだった。なんかなかなか使わない食材とか残っちゃったら困るよね。うん、でもやっぱ一人暮らしとかさ、うん、まあ家族と住んでても料理する人はそうかもしれないけどさ、うん、なんか料理してると学ぶっていうか、うん、なん上手になるよね。やっぱ冷蔵庫のさ、うん、なんかあ、これ使わなきゃみたいなので料理できるようになる。うん、うん、確かに。私もなんか一人暮らし始めてから、うん、結構自分で作る時間の方が多くなって、うん、あと野菜も取らなくなるよね、それこそね。そうなの、ね、野菜とか果物とか本当意識しないと一人じゃ、うん、全然、うん、取らない。最近でもフルーツもよく買うかも。本当？うん、フルーツは何が好き？一番今すっごい発作にハマってて、うん、なんで発作？発作だよね、あのなんかオレンジ、あれ発作かな、なんだろう、フルーツじゃないよね、なんか見た感じだよね。
形としては、うん、オレンジ、わかんない、うん、何買ってるかわかんない自分が発作じゃないの多分発作、発作を買うのにハマってて、うん、結構2日に1回ぐらい発作食べてる。あとキウイあ、キウイ私も食べるよ。うん、うん、うん、今時期なのかな、すっごい甘いんだよね。ゴールドキウイ、うん、ゴールデンキウイそれゴールデンキウイかね、それはすごい甘いよ。普通の緑色だったら、うん、まだ甘くないかも、酸っぱい。あー、そうなんだ、うん、でも私もゴールデンキウイだ、食べてるのゴールデンねなんか一人でご飯食べるよりかは寂しくないね。うん、さん、この今の状態の自分を、うんうん、第三者の目で見たらすっごい変じゃない目の前に携帯置いてさなんか会話しちゃってる、うんうん、不思議な感じ、ね、みんな一緒にご飯食べて、うん、ちょっと質問とかにもさ、ね、答えていけたらいいよね。うん、何かあったら一緒に答えよう。じゃないと私たちがただご飯食べてるのを実況するっていう。ね。あんまり必要ないけど、でもやってみたっていうね。暑い。そんなに？うん。なんかでも床暖つけてたからかもしれない。もう切ったんだ。代謝がいいのかもしれないね。そ、うん、多分。あと、あったかいものずっと飲んでる、あったかいお茶とか、あ、楽しいかも。あったかいお茶常に飲んでるとやっぱ体にいいっていうしね、冷たいんじゃないか。うん、あったかいものの方が好き。あ、なんかテレビとかつけたりしないの？なんか一人でいるときとか。ついてるよ、でも音消してる。うん、全然見ない。うん、見ないけど、テレビだけつけてるの？そう、うん、なんかでニュースとかになると、うん、音つけてみたりするけど、うん、ちょっと敏感になるよね。そう、あんまりテレビそんなに見ない。だそれで、うん、それこそずっとテレビつけっぱなしで、うん、夜寝ようかなって思った時にギルティが始まったの、先週、うん、先々週、うん、で、あ、これだと思って見たの、うん、たまたま偶然見れたの、うん、見えた？そう、ちょっと待って、なんか不思議な感じ、友達がなんか見てるのは恥ずかしいよね、きっと。恥ずかしくてあんまり聞きたくない超かわいいやで、でも大好き、リカの役がもう最高、うん、ありがとう見てる人と語りたい、本当なんかあるかな、コメントね、見てみよう。なんだ、うまそうなもの食べてるって美味しいよね。うん、美味しい、自分で作ったもん自画自賛、自画自賛みたいなね。何けだもん、思い出は、思い出、うん、でもさ、シーズン1の時は、うん、結構アンナと一緒にいたりとかもしてたけど、シーズン2になってからもうあなたがメキシコに行くからそうだった、そうだね、シーズン2、うん、シーズン2ほぼ合ってないよね、うん、ほぼ合ってない、もう別行動だったじゃん、仕事とかそう、あ、バスで会ったよねえ、でも本当にそのぐらいじゃない、仕事だったの、あの時本当に久しぶりだった。あれだよね、スイーツパラダイスのところでね、うんじゃあ、あれがシーズン2だっけ、あれシーズン2だよ、あ、そっかあ、そっか、そうだよね、だってクミが、うんうん、あのなんかお手紙、うんうん、何さんだっけ、なんとかさんの、うん、あ、もうアウトあ、やばい、で、なんとか大学に行くか悩んでてみたいな、あ、そうそう、大学の進路の話の、ね、うん、なんだ、そこだけだよ、2シーズン2あったの、
私ほとんど、うん、かいくんとたつきと、うん、そうだよね、ずっと一緒ね、うん、なんならきょうくんもちはやも会ってない。あ、そっか、うん孤立してるようん、そうだった。シーズン1は、うん、なんか撮影場所遠かったねぐらいしか覚えてない、今のところ。確かに、なんか一回帰れなかった日が一日あったんだよね。あった、大雨でさ、すごい超懐かしい台風でさ、記憶力いいね。うん、でさ、あった、二人一部屋になったじゃん。うん、アンナと同じ部屋になって、うん、でもその時あんまりさ、すごい、うん、なんだろう、しっかり今みたいに会話できる感じじゃなかったじゃん。だからあの時初めて喋ったぐらいの感じじゃない、初めて喋ったやつだけど、でもちゃんと深く喋ったの初めてだったよね。うん、台風のきっかけがあって、うん、よかった、あの傘1本でね頑張ったんであれすごい覚えて、今思い出した、あの時に初めて、うん、すごいご飯喋ながら喋ってるだってそういうビデオだもん今。いいか。で、あの時に初めて、なんかゆりかの本音が聞けて、うんうん、なんかそれまで本当にどんな人か分かんなかったから、なんか、しかもさ、超壁作るじゃん、ゆりか。だからもうなんか、うん、あ、やっぱ女優さんだしな、ぐらいに思って、私も、なんか別に、うん、なんだろう。うん、別にマイナスじゃないけど、うん、なんか別に、まあ、本当に、そのドラマ一本終わって、うん、共演して終わる感じの子だと思ってて、うん、別になんか考えてもなかったけど、うん、そんなこと。ああ、なんかあるだね、距離感みたいなの。うん。あ、この先行けないなとか。そう。絶対この先行かせてくれないタイプだと思ったの。ね、言葉の表現行かせてくれないタイプだと思ったから、うん、え、何飲んでんの？え、お茶。あ、お茶か。うん、ただのお茶と思った。あ、違う、本当にあったかいお茶そっか、飲んだりとかしない、お家で？あ、でもね、飲む、飲むよね。今日は飲まないんだ、もう暑いから。暑い。なんでこんな暑いんだろう、私。なんで一人だけサウナみたいな感じ。いや、本当に、しかもそんなゆりかみたいな暖かい服も着てないのに、結構涼しめなのに。私のうちさ、すごい冷え込むんだよね。多分そのせいだよ。うちの、うん、すごく暖かくなっちゃう。家の構造とかもあるのかな。かな？多分。朝起きてさ、すぐ足が冷えるの。もう今もすごい冷たい。床暖羨ましい。だから。ここね、床暖ついてる、うん。ラッキーなことに。うん、じゃあ次探すとき、床暖付きのお家にしよう。あ、でも本当に床暖超大好きで、うん、床暖ついてるお家だって、暖房とかあんまりつけないで、だけで生活してる。いいね。乾燥もしないしね。うん、そう。なんか上寒いのは、うん、羽織って、うん、多少、うん、したら床に座ってたら下あったかいから。確かに、うん、いいじゃん、一石二鳥だね、うん、何が一石二鳥なの、なんだろう、なんかあったかくてあったかくて、いや、安い、あ、暖房つけないで節約にもなる、うん、はい、質問見よう。そうだね、結構ってベラベラ喋っちゃう、本当に、うん、マイブーム。マイブーム何ですか？何だろう。え、どこ見てる？コメント見てる？それともハテナマークのところ見てる？何ハテナマークって？なんかさ、うん、この右下のところのコメントするのところの隣にハテナがあるんだけど、うん、そこを押すとね、うん、見れるの、ちゃんと。ゆりかにしか見えてないかも、しかして。主っていう名前。もう一人見えた。え、始まった人？
何主なんて言えばいいの？これをあの主催してる人？そう、主催者。主催者ね。主催者にしか見えてないかも。ちょっとじゃあ見てみる。果物は何が好きですか？二人は。何好き？あ、さっき言わなかった？言った。発作、発作。発作か。何でも好きでも果物、うん、あでもあれあんまり好きじゃない。なんだっけ、ドラゴンフルーツ、うん、なんかそういう系、パッションフルーツとか、なんか味がなんか微妙なやつ、うん、ん、ドラゴンフルーツってさ、なんか白でさ黒いブツブツのやつ、うん、そう、なんか見栄えがあんまり良くないやつ、ね、私もあれ苦手、味ないし、うん、あんまり美味しくないね。うん、じゃあ2人で行きたいところ、2人で、うん、か、なんだろう、どういうところ行きたい、寒いところ、暖かいところとか。あ、でも今はちょっと今暑いから北欧とか寒いところかな。うん、あでも北欧とか行きたい、うん、子供の頃っていうか、若い、うん、学生の時からずっとフィンランドに行ってみたいって思ってる、うんうん、オーロラとか見れるところかな、かな、なんかあの、なんて映画だっけな、うん、なんだっけな、なんか映画、フィンランドで撮った映画があるのよ、ざっくりもう一個ゲットあるから調べてみるなんて名前だったっけな。え、いいな、もう一個携帯あるの。いいでしょ、これすぐ調べられる。なにそれ、もう一個はビジネス用なの？あ、メキシコの携帯で、だから今本当は、そう、うん、日本だから Wi-Fi がないと使えないんだけど、うん、でも今うちにいるから Wi-Fi で使えるっていう、うん、あ、いいね、検索とかできる。待って、フィンランドじゃなかったかな。あ、映画のタイトル思い出した。でも、カモメ食堂、カモメ食堂。あ、なんか聞いたことあるかも。でもフィンランドじゃないかもしれない、もしかしたら。カモメ食堂、あ、合ってる、フィンランド、フィンランド。本当？カモメ食堂って、片桐はりさんと、うん、小林さとみさん、うん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 。フィンランドで撮った、日本邦画ってこと？と、ほんと、あの、日本映画なんだけど、うん、すごい、いいな、向こうで、まあ、なんか食堂屋さんをやるみたいな、ちょっとざっくり言うと、うん、映画なんだけど、その雰囲気とかがすごい好きで、うん、なんかフィンランドの雑貨とかも可愛いなと思って、いいね、行ってみたいなって。向こうでしか買えないものとか、うん、いいね。私も、でもオーロラ見たいんだよね結構過酷らしいけど耐えられる耐えられない気がする。すぐ心折れそう確かに弱いからね、なんかダメそうもう無理とか言いそうだね、うん、じゃあ分かった、私が行ってビデオ撮ってくるねってなりそう頼もしいねでもなんか勝手なイメージだけど、うん、フランスとか似合いそう、ゆりか。フランス？うん、だからゆりかと行くってフランスかな。そう、うん、それは初めて言われた。そう、なんて言われるの？何も言われない確かに、どこの国っぽいよねってあんまり言われないよね私も言われたことないあー、暑い暑いね。なんかこの前もさ、暑くなかった？一緒に行った、あのカラオケに一緒に行った時とかさなんかちょっとあの日すっごい寒かったのに、あの部屋めっちゃ暑かったよね、うん、なんか結果壊れてたんだっけ、何もつけられなかったんだよね。うん、部屋に暖房のスイッチが、暖冷房、冷暖房のスイッチがなかったんだよねなんか暑い思い出しかないね、じゃあ。うん、いつも暑い。でも鼻毛は寒かったよね。うん、寒かった。あれ最初暑かったっけ？でも最初暑かった
適当じゃん。季節的なものはちょっとすぐ忘れちゃう。うん、でもなんか、まあ、室内だからあんま暑とか寒とかなかったかもね。うん、適温。うん。外のシーンとかあったっけ？外のシーン？うん。外。なんかゆりかはあるイメージ。なんか保育園行ったりとか、あれ保育園。うん、あ、外ロケとかってことか。うんうん、うん、保育園とかね、行ったね。かわいいよ、やっぱり子供。なんかすごい癒される。なんかさ、鼻毛が入り始めた時とか、うん、やったことない役だったからさ、うん、結構なんか大丈夫かなっていう不安の方が大きくて、正直すごい難しかったし、うん、なんか他の子の方がすごい合ってるとか思っちゃったりとかして、自信をなくした時期があった。そうなの、本音っていうことだよね、うん、そういうのをなんか大雨の日に一日帰れなかった時に二人で話したんだよね、うん、あ、そう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 。なんか その時はね、まあでもそうね、ざっくり、うん、ざっくりそんな話をした。そんな感じだね、あんまり深々とここでは話せない、うん、そう、ここであんまり言えない話。そう、うん、でも私ゆりかに初めて会った時のこと結構覚えてるかも、鮮明に。こんなに？うん、あの顔合わせ、うん、時で、うん、顔合わせっていうか、あれ何だったかな、衣装合わせかな、ポスター撮り、一番最初にさ、え、でも顔合わせより前にポスター撮りすることある？初対面の時ってことかな。そう。で、確か、うん、確か、ちはやがいて、うん、多分みんなポスター撮りだったんだよね、あの日。うん、で、多分順番に入ってって、うん、私の前か後がゆりかで、うんうん、すっごい狭い部屋に二人っきりになって。よかったね。なんか気まずいよね。何この雰囲気みたいな。でもなんか、ここ待機場所って言われてるし、別に出るのも変だし、みたいなので、なんか、あ、山あんなです。みたいな感じで。なんかすっごいあっさり会話したの覚えてる。何？え、なんかその時に、ゆりかが、うん、ハーフっていうのを聞いて、うん、ハーフなんだってどこなんですか、うん、みたいな、うんうん、台湾だよね、うん、そう、違う、そうだよね、そうだよ、うん、台湾ですって、あ、そう、へー、うん、そうなんだ、うん、って終わったの覚えてる。なんか無言って気まずいよね、うん、最初頑張ってさ話そうとするけどさ、うん、その後会話続かないのが一番そう困るっていうか、そうなの、うん、本当に続かなくてその時。でも結構ある。あるよね、あるある、うん、かもう顔合わせとかって大体そうなるよね、うん、最初、うん、なんかもうそこですぐ心折れる。わ、うん、かる。早くこの現場終われっていつも思う。私本当申し訳ないけど全作品思ってる。いいね、すごい正直。うん、でもいつも最後には、あ、まあ、うん、もうまだ終わりたくないって思って終わる。もう大体そんな感じだよね。うん。大体作品終わり、例えば3ヶ月撮影だったら、うん、3ヶ月待ったのに最後の2週間ぐらいで仲良くなるじゃん。うん。だから。本当に。そう思う。うん。で、まあ最初の1ヶ月終わったぐらいで別に気まずいとかは全くないけど、うん。まあ普通の距離感でして、うんうん、そっから1ヶ月半ぐらい過ごして最後の2週間で急に仲良くなって、うん、なんか、あ、終わりたくないみたいな、みんな大好きみたいになる。急に距離感近くなるよね。でもさ、うん、やっぱりこういうドラマを撮ってるとさ、うん、1ヶ月、あ、でも大体10なんか何ヶ月も一緒にいるけど、その、うん、海外と比べたら短いでしょ？メキシコとか、ね、一つの作品でどれくらい期間取るの？私がやってたドラマは、うん、私がね、
私が一番短くて半年、うん、あ半年でもさこっちからしたらすごい、うん、大きいスパンだよね、うん、しかも一番短くてだからねすごいよね、うん、なんかそういう風にやったらもっとなんかなんだろういい作品できるっていうかさ、うん、なんか思い出深い作品になりそうそうねパンパンパンってやるからねうん、そう。それこそ私がメキシコでやってたやつは学園ドラマだったんだけど、うん、なんかみんなが結構お芝居初めてみたいな子たちが集まってて、うんうん、だからなんかなんていうんだっけ、なんか実習期間みたいなのがあって、あなんかキャンプリハーサルとかってこと？何それ？いやなんかね、キャンプっていうか、じゃなんかクラス期間みたいな、なんか、うん、みんなお芝居の、そうお芝居のレッスンとか、うん、ダンスのレッスンとか、うん、なんかわかんない、みんなでどっか旅行行ったりとか、うん、そういうコースの時期みたいなのがあって、それを含めるしっかり取るってこと？うん、多分、うん、なんかみんなでなんかそのメディテーションなんていうの、こうなんか瞑想とかしたりとか、うん、なんか一つの宗教じゃないけど、でもなんかそういう感じ、なんか、うん、そう、サークルみたいな、うん、なんていうんだろうな、すごいね。でもそれが終わってから作品に入るってことでしょ？うん、そう、みんなはそうだったみたい。すごいね。それ含めると、アボカドとチーズ、アボカドとチーズをさ、生ハム？そう、美味しい、これ美味しそう、簡単にできるから美味しい。なんか結局さ、簡単で美味しいが一番いいよね。うん、手の込んだものももちろん美味しいけどさ、うん簡単に勝るものはないよね。あのうんあの、切れそうなんだ、やばい、充電うん、でもあとね、20くらいじゃあゆりかのがブツってなるまでいくそろそろだね。そうだね結構でも懐かしい話とかできた。うん、嬉しい。あとなんか質問じゃね、最後にサラサラっと答えて終わりにしようか。うん、第一印象は言ったもんね。あ、うん、私の第一印象は言ってないよ、あんまの。あ、聞いてない。何、気になる。聞いたことない、今まで。本当？うん。私は、あの、作品で会う前から知ってたから、うん、ずっと見てたの。言ったじゃん、何回も。この間聞いたばっかり。一番下手なリアクション。これまでにない大根役者。言われたそう、テレビでずっと見てたから、うん、なんかイメージとかそのまんまだった、うん、そのほんと？うん、それになんかあのメンバーとか、うん、なんかアンナが一番目立ってた嬉しいまあ多分私を知っちゃったから、うんうん、みんな見ても私に目がいっちゃうってことだよね、多分。そうだと思う。間違いなく番組さ、あ、いる、いた、いた、いたって、うん、うん、探すようになる嬉しいなんかでもハーフっぽいじゃん、だから同じなんか親近感を湧いたんだよね、初めて会った時。でも何っぽい、ね、何っぽい、なんかハーフっぽいじゃん、うんうん、でも違うんでしょ。違う、それを初対面の時にゆりかに聞かれたの、うん、ハーフですかって。そう、うん、で違いますよ、ハーフですか、うん、ってそうです、うん、っていうのが最初の会話もうみんなこういう会話するよね、大体そう同じような会話するじゃあ二人の馴れ初めはもう終わったので他のコメント見てみよう。うん、ね寝るときは靴下派ですか、素足派。素足派って読むの？うん、素足派かなと思う。どっちですか？片足かな、どっちだ私わかんない、私、うん、
なんだかんだ言って履いてる靴下。あ、そうなんだ。履いてさ、そう。それを聞いてからやめ、なんか、うん、寝るまで履いてても寝るとき脱いじゃう。まあ。っていうのが質問でした。以上です。あと一個だけ言って終わりにする？オッケー。嫌いな食べ物。人参。人参嫌いなの？うん、嫌い。体にいいのに。まあたまに無理して食べる。あ、人参しりしりは好きなのでも。人参しりしりってなんかちょっと酸っぱい甘酸っぱいやつ？なんか、いや沖縄料理で人参と、うん、をなんかごま油、あ、なんていうの、人参の千切りをごま油とか、うん、まあ場合によっては卵とか入れて炒めたやつなんだけど、うんうん、それはすごい美味しくて、うん、そう、それなら食べれるから、うん、なんかたまに、うん、ああ人参また全然食べてないやって思ったら人参しりしり作って食べる。そう。自分で作るの？うん、自分で作る。あ、すごい。私嫌いなものね、いくら？え、なんで？なんか魚臭い？なんだろう、魚じゃないけどね、一応味がね、ダメなのかもしれない、うん、まあでもそう、なんか結構塩臭いのかな、海、磯臭い、うん、でもお寿司は大好きなんだけどね。他のお寿司ってことでしょ、他のネタ。他のお寿司はもうほとんど好き。あ、私それ言ったらエビ苦手。エビは甲殻類？うん、うん、カニは大好き。エビなんで嫌いなの？見た目？見た目は、まあ、もう理由の1個かな。見た目から嫌いになることも多いよね。え、そう？うん、私ナスとかダメだったもん。へえ、見た目で？ナスが？見た目で、色とか、なんか中とか焼いた後とかダメだった。考えたことない。こんな感じかな。うん、だね。うん。ね、ちょっと個人的に電話したいんだけど。あ、いいよ。よ今この肩回しにハマってる。あ、ストレッチ？うん。なんかないの？うん、おすすめのストレッチとか。私壁に、ちょうど壁ある。うん、壁に手ついて、うん、体を、うん、向こう向くじゃん、全部。うん、で、こっちだけひねる。上半身だけ。ね、そのアングル面白いんですけど。後でまた詳しく教えて。じゃあまたビデオ通話しよう。手振ってるね。あ、普通のビデオ通話しよう。うん、しよう。かけて。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。少しタイムする？ああ。フリーズする。フリーズするだけなんだけど、これもう古いよ。いや、ま、鼻毛だ。すごい懐かしいね。はい。いいんじゃないではないか。はい。こんな感じね。うん。またね。ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。おやすみ。おやすみ。